モテる男は激辛チップスだって平気な顔で食べられる。そしてここにあるのは今世間で話題の激辛チップス。こんな俺の手にかかれば、やっぱ怖い。だって真っ赤だし、見るからに僕辛いですって顔してるし、こんなのいきなり食べるの無理。せめてどれだけ辛いか分かればいいんだけど。そうだ、立ちました。気力回避フラグちゃん、ライトノベル販売中。実食みんな、ウェルカム。急にどうしたんですか？緊急だって言ってましたけど。しかもこんなたくさん集めて。くだらん用事なら許さんぞ。なぜ私まで呼ばれたんでしょう。ふっふっふ。じゃじゃーん、世界一おいしいポテトチップスを手に入れたからさ、みんなにも食べてもらおうと思って。世界一おいしい？そんなの一体誰が決めたんじゃ。何味なの？いいからいいから、細かいことは気にせずにとにかく一枚食べてみてよ。とてもうさんくさいです。なんかすっごい赤くない？死亡フラグの香りがします。そんなことないって、みんなに食べさせるためにわざわざ買ってきたんだよ。食べてくれないの？モブ君がそんなに言うなら。まあ物は試しかな。まさか死にはしないでしょ。仕方ないですね。ごっくり。あマジで死ぬ。うおぉ、そんなに辛いんだ。辛いっていうか、辛すぎよこれ。どうなってんのよこれ。水をください。うひゃははは、想像以上だよこりゃ。皆さん、どうしちゃったんですか？このポテチが何だというんじゃ。危険な理由。これは確かにこれは辛いな。そう、この前手に入れてさ。こんなものを騙して人に食べさせるなんてめちゃくちゃ死亡フラグです。最低です。あれ、フラグちゃんと生存フラグさんは辛そうじゃないね。辛いものは強いの？強い方ですが、一般的には辛いと思いますよ。これは誰が食べてもいい辛さではないな。わしは大丈夫じゃが。なんだつまんないの。なんだつまんないのじゃないですよ。激辛チップスのせいで健康被害が出たり、味覚障害が残ることもあるんじゃぞ。え、そうなの？海外には死亡例もあるんじゃ。そんなことになったらどう責任を取るつもりじゃ貴様。たかが激辛ポテチで大げさじゃない？二人とも水飲んでしばらくしたら平気でしょう。大げさじゃありません。辛味成分のカプサイシンは取りすぎたら胃の粘膜を傷つけて胃痛や胃炎を引き起こしたり、血管を狭めてしまったりして、とっても危険なんです。そうなの？カプサイシンってよく聞くし、体温めたり食欲増進したり体にいいものだと思ってたけど、ほら夏の暑さにカプサイシンとか言うじゃん。考えが甘すぎます。でもそんなに危険なら普通袋とかにちゃんと書いてあるでしょう。激辛製品食べちゃうのは俺の責任だけじゃなくない？辛さの度合いには表示義務がないんです。だからそれぞれ自己責任なんです。辛さにどれぐらい耐えられるかは個人差もあるからな。辛いものが大丈夫かどうかも聞かずにいきなり食べさせるなんて死亡フラグどころじゃないですよ。なんかごめん、そんなに怒られると思ってなかったわ。俺はこのチップスがどれだけ辛いかただ知りたかっただけなんだよね。そんなことに私たちを使うなんて小賢しい嘘をつきおって。みんなめんごめんごめん。お坊さん、全然反省してませんね。水喉が燃えてるわ。復讐。あれから舌がおかしくてさ。私もなんかピリピリしてるのよね。本当にひどい目に遭いました。今回のはちょっと許容範囲を超えてますよね。わしらの説教も右から左という感じじゃったな。これはもう体で分からせてやるしかないんじゃない？体で？レンレン、何するつもり？僕にいい考えがあるんだよね。ついでに死亡フラグ回収のチャンスではないですか。死神ナンバー269。そういうことですか？具体的にはどうするんじゃ。あのね、って感じ。なるほど、そんな方法があるんですか。目には目を、歯には歯をですね。いくらモブ君でも許せないものは許せないものね。いくらでも協力するぞ。じゃあみんなそういうことでよろしく。おお。
な揃って俺に用事って何？ついに見つけたんです。何を？じゃじゃーん、これは激うまポテチですよ。本物の名。見つけるの大変だったんだから。無謀にこれを食べてほしいんです。これこそがまさに世界一美味しいポテトチップスよ。なるほど。へえ、これが世界一美味しいポテトチップスね。確かに激うまって書いてあるね。こっくり、バレてませんよね。完璧に細工したから大丈夫だと思うけど。モブ君めっちゃ見てるよ。なんですか？こんなものに俺が騙されると思う？この俺が？どうせポテチの中身入れ替えて激辛チップスが入ってるんでしょう。フラグちゃんたち、もう少し頭使った方がいいよ。ドキ！どうせこの袋もすぐ開いちゃうんじゃ。あれ？開かない。やだな、僕たちがそんなことするわけないじゃん。そうよ、私たちのことを信じてないの？ほら、密封されてたでしょ。私たちが袋を開けてないって証拠です。中身だって。うん、美味です。すっごい美味しい。これ食べないのもったいないよ。辛いのが苦手だった3人がそう言うなら、どうせなら一気に。わしが食べさせてやろう。え、生存フラグさんが？ほれ、あーん、あーん。食べ物の恨みは怖いんだよ。私たちの痛みを知ってください。袋は完全に閉じてたでしょ。どうやってやったの？それはね、袋の密封方法。まずは2つとも開けるでしょ。開けちゃうんですか？さすがのモブ君でも口が開いてるのは食べないんじゃない？いいからいいから。そして激うまチップスの袋の中に激辛チップスを入れちゃいます。ここに数枚分かるようにして激うまチップスを入れるんですよね。そうそう、私たち3人が分かるように激辛チップスと混ざらないようにね。でどうするんじゃ？ここでアイロンを使います。アイロンですか？そう、こうやって熱を加えたらお菓子の袋の口がきれいに閉じるんだよね。なるほどです。アイロンを当てるときはクッキングシートやアルミホイルなどが必須ですね。そうだね。ま、開けるときにどうしても違和感もあるから、そこは何とかして僕たちで開けるようにしよう。これで出来上がり。さすがレンレン。パッと見じゃ密封してるようにしか見えんな。でしょ？これ普段から食べかけのお菓子保存するのに使えますね。貴様は保存する前に全部食べてしまうじゃろ。バレましたか。あとはこれをモブオさんにバレないように渡すだけですね。間違って激辛チップスを食べないようにしましょうね。あれは二度と食べたくないわね。僕たちが力を合わせればきっと大丈夫だよ。恥知らずに天罰じゃ。手を開け。ひどい。みんなして俺を騙したんだ。ひどいのはどっちじゃ。反省してください。誰か水。頑張って自分で取ってください。なんか胃が痛くなってきた。カプサイシンが胃壁をいじめちゃってるね。頭も痛い気が。脳につながる血管がカプサイシンのせいで狭くなってしまったんですね。どうしてもヤバくなったら病院連れて行ってあげるから安心してね。良い子のみんなも悪い子のみんなも絶対僕たちの真似しちゃダメだよ。舌がしびれてる。下手したら取り返しのつかないことになっちゃうわよ。無謀さんは特殊な訓練を受けています。受けてないです。辛さにも全然耐えられない体でし。人に無理やり激辛チップスを食べさせたらこうなると思っておくんじゃな。すみませんでした。恋愛フラグさんが間違えて私の朝食にネコナルン Z という薬を混ぜちゃったみたいで、ちなみに昨夜の食事でも間違えて生存フラグさんのに入れちゃったみたいです。それを間違えと思える貴様にわしは感心するわ。全力回避フラグちゃん、ライトノベルも発売中です。概要欄からぜひチェックしてみてくださいね。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。どうしようかな。立ちました。ごめんするよ。ごめんってフラグちゃん。